はい、えー、ちょいきたです。あのね、風俗店の話って言っても、まあ、ホストのことで私厳しく言及していった中で、まあ、ホストの子たちが、まあ、一部、その、女性を沈めて、どうこうして、売り飛ばして、みたいなこと言ってたんだけど、まあ、そればっかりじゃないよっていう指摘の中から、あのー、調べたり、お話を聞いたりしたっていうことで、今の、この、現状、 っていうのはどうなのか。そうすると、風俗店も悪いような感じになってくんだけど、どうもそれは違うと。で、今、あの、風俗の現状はどうなのかな。経営側の方と、まあそこでやってる方とうまく話がちょっとね、聞けたので、まあ全部は全部じゃないですよ。私もそんなにたくさんのことを聞いてあれしたわけじゃない。これが全て正しいなんて言わないけど、まあちょっと、えー、お話ししたいな。箱のお店ですよね。 ここに関しては、やっぱり、本当にきちんとやっているっていうことなんですよ。はい。あの、やっぱり、ルールも規制もきちんとなっているので、あの、なかなか、そんな、ね、じゃあそこに働いている人たちはどうなのっていう話になってくると、じゃあ、言っても、そんなに、あの、稼げないから、 三つぐって言ったって知れてるわけで、あの何千万っていうのはやっぱり風俗店の女の子だけでは、ただそういうことのために、その箱の店もやって、その時間外も、えー、派遣型のとこっていう子も稀にいるっていう。でもそれが全体じゃないっていうことですね。うん。だからどうやら、その、お金を稼ぐための一時とか、そういう形でやってて、割とまともな子が多い。で、私はこれ <laughs>、 あの、こういう聞き方したらいけないんだけど、そういうことがあるっていうのは、どこか心にね、とか精神的に何か、そういうことの疾患とか、あの病気が抱えてる子が多いのかなと思ったら、いや、そんなことはないですよ、と。そんなことはないです。普通だと思いますっていうような、あの経営者の方で。それよりも、何が大変かって言ったら、うん、そこに来るには、やっぱり基準があって、そこから漏れる人たち。 そして、まあ、いわゆる普通の人たちが面接に来たときに、その性病検査をしたときに、性病率が非常に高い。まあ、前回、前室を聞くと、要はパパ活だったり、ええー、その、ね、援行みたいなことですわ。そういうようなことたちの、ほとんどが何らかの病気、ほとんどって言っちゃかんのか。うん。で、それを感知して、まあ、その、陽性、 陰性、ちゃんと判断が出るまでは、待機で、それからっていうことになるんで、そこはやっぱり、それでお店に行けば定期的な検査もしてるので。うん。まだ、そこが管理されてる時はそうだったんだけど、どうやら、ね。で、私は、その、もう、ネットで知り合って、その自分の体をっていう人たちの話を聞いてたから、 うん、もうそりゃ、そんな病気のどうのこうの、なんか言うの,のは、面白いのは、そういう交渉するじゃないですか。ホテル別で、そで、まあ、その金額と、えー、じゃ笑っちゃいけないんだけど、その検査代っていうのをベッドでもらうっていう仕組みに, <laughs> になってて、ね、そういうことらしいですよ。個人間交渉でね。 検査費用と言って上乗せするっていう形みたいです。だけど、それってさ、もうそこから合うわけじゃないからさ、どうなのっていう話だけど、もうそういうことになっちゃってるみたいですね。でも、それをちゃんとしてたりすれば、そんな風に蔓延してることはないので、まあそれをね、だって通過かしないかわからないので、うん。ということなんですよね。はい。で、 まあ実際、現在、そういったところのお店に、勤めているという方と、えちょっとお話をさせてもらったら、ご本人さんはですね、まああの、言っても20代前半じゃないと。でもそういったところって、その若けや若いほど売れるみたいなところがあるんだけど、ご本人さんは、 割とそう長くやっていって、まあ、辞めたり、お昼の仕事戻ったりっていうことをしている中で、今までそんなに自分は売れっ子じゃなかったと。ところが、今は、まあ、ありがたいことに、もう、その、指名が来て、そういう風になると。で、毎日毎日じゃないわけだから、その、そういう形で、その、まあ、お店のクラスで ABC があって、 A のところで売れないよりもって、本人さんは言ってるんですよ。B のところの上の方っていう風ので、今のがやっぱりいろんな意味で満足してるし、充実してるっていうこと。ああ、なるほどな。まあ、多分私はお人柄だとか、そのサービスの内容ということでそうなってるんだとは思うんで、やっぱりそれは若い人よりも、ある程度経験と年齢とこの人のコミュニケーションっていうものが、あのー、できる方のが、それはそうなってくると。で、私は、あのー、 えー、ご病気のこととか聞いたら、いや、がっつりちゃんと、精神の難休っていう風の診断で投薬もしてる。いや、全然普通に喋れる。いや、じゃあ多いじゃんっていう話になってくるんだけど、なってくるんだけど、ただやっぱり店に言う必要はないから言ってない人もい,い,いるのかなっていう。あの、オーナーさんは、そこの店がとか言うわけじゃないけど、でも、 うん、そこなんですよ。なぜこの精神疾患とそこと私が結びつけたがるのかっていうと、その、まあそのホストにはまる子たちの心理的にどうなんだろう。やっぱりそういったところの、まあ、脆さだったり、そういう依存的なことがあるから、この付け込まれてじゃないけどそうなっちゃうんじゃないかっていうのがあったんで、ただそれってどうにもできようがないじゃないですか。 こちら側から。そ、それと、いちいち言ってかないんだよ。それはあの、お店の女の子同士で喋るかもしれませんけど、お店にいちいち私はこれ手帳持っててどうこうっていう、言う人もいるだろうけど、そんなことはないので、うん。まあ、そうなんだよな、っていうのが、思います。で、私が、まあ、最近はわからないんだけど、うん、あの、刑務省率だとか、 暴力団ヤクザ率で言ったら、やっぱり睡眠薬飲んでるっていう人は、それは非常に多いですよね。何らかの形でし。睡眠薬飲んでたら、疾患があるとは言い切りませんが、普通は飲まないですもんね。うん。そうなんですよね。だから意外とやっぱり、そういうことなのかな。寝れないっていう人たちは多い。 まだ、あ,あとは、何らかの後遺症っていう感じの人は多いですよね。お,お酒なのか、まあ薬物なのかっていう。でも、ね、女の子にとって、あ、まあ女の人って本当に、わあ、見た目が悪中だななんて思う人はあんまり、まあ私が、じゃ行くとこに行きゃいるんだと思いますよ。行くとこ行きゃいるとは思いますけど、そんなにわからないんで、うん。まあ、ね、で、結局これ元に戻るけど、その、いわゆる、 立ちんぼうというような形だったり、えー、アプリでっていうふうになって病気のことが、まあ、異常に多いと。うん。それが、この箱の店舗型のところに面接で来て採用となった時に、検査をした時に多いっていうのは、もう肌で感じてるっていうことです。ここはやっぱり学校教育をきっちり徹底的にやらないとダメなのかな。もうそれは高校じゃ遅いんです中学ですよ。 うん、そういうことが全くなされてないんですよね。いや、おざなりにやってると思う。やってるところはやってると思いますよ。でも、結果がこうっていうことです。はい。結果がこうっていうことは、うん、これはなかなか問題じゃないかなっていうふうに思いますね。<laughs> うん、思いますので、まあ、ここちょっと考えなきゃいけないとこだなっていうふうには思います。まあね、これ、あの、 まとまりのない話なんで、これしっかり言っていくと、じゃあ誰が悪いとかいいとかっていう話になっちゃうんだけど、なってることがもう現実にあるわけだから、これを、うーん、これ、ねえ、意外と女性分かってない人が多いみたいですよ。その、オーナーさん、経営者の方から言うと。え、そうなんだ。意外と分からない。ということなんで、 気をつけていきたいというか気をつけていかなきゃいけないどうなんだっていう話なんだけど、まあ、ホストの問題からこういったようなことまで、あの、分かってきてるわけですよね。うん、ねえ。まあ、逆に、ホスト間の病気の蔓延ってどうなんだろう聞けないか <laughs> それ言わないかねえ。その、 ホスト間の性病検査とか店でやるぐらいしないといけないのかなそれもおかしいよな。じゃあやる前提で言ってるからな。うん。どうなんだろうわかる方は教えてください。以上です。